野川拓人は、埼玉県戸田市出身の元プロ野球選手。埼玉県戸田市出身。小学4年時に、前の長ジャイアンツで野球を始め、戸田市立三笹中では、軟式野球部で投手を務めた。川口清涼高校では、入学当初は、球速は、時速117キロメートルであり、大層要員であったが、週2回ジムに通い急成長を果たし、2年の夏に、 背番号1をもらった。2年の秋の関東大会では、文政芸大附属高校相手に9回にアウトまで、無安打無失点ピッチングを披露した。3年の夏は、埼玉県大会ベスト4で、埼玉栄高校に敗れた。女西国際大学進学後、1年春からリーグ戦に登板。4年秋には、防御率0.38、4勝1敗で、 脱三振王を獲得すると、リーグ優勝に貢献した。詐欺宮製作所入社後、ジャバ静岡大会で優勝を果たし、第40回社会人野球日本選手権大会では、初戦の JFE 西日本戦で1回に脱三振、無失点のピッチングを見せた。2015年、プロ野球ドラフト会議で横浜 DNA ベイスターズから7巡目指名を受け、11月11日に、 契約金3000万円、年俸800万円で仮契約した。背番号は58。2016年は4月10日に一軍登録されると、同月16日のヤクルト戦でプロ初登板。同月26日の横浜スタジアムでの中日戦では1回3奪三振を記録するなど、回答を見せたが、5月7日の広島戦で、自責点は0ではあるが4失点。 登録抹消となりその後の怪我もあってそれ以降の1、軍登板はなかった。2軍では19試合に登板し、0勝2敗1セーブ、防御率2.77だった。2017年は、砂田武史獣、エドウィン・エスコバーらが、中継ぎ左腕として活躍する中で、1軍登板なしに終わった。11月17日、2018年より、背番号が、 97となることが発表された。2018年も2年連続で一軍登板なしに終わり、同年オフに戦力外通告を受けた。2019年に発行された各種のプロ野球選手名館でサンホールディングスと契約し、社会人野球に復帰していたことが判明した。2020年には川口ゴールデンドリームスへ移籍したが、同年3月で退団。 大会が延期になったことで公式戦登板できずに対談することとなった。川口ゴールデンドリームス対談後は千葉県の野田市役所に採用され、軟式野球チームでプレー、同年の天皇支配千葉県大会にも出場している。オタクトというニックネームを持つほどのゲーム、アニメ好き。好きなアニメの一つに、俺、ツインテールになります。を挙げており、2017年シーズンまで、 登場曲には、同アニメのオープニングテーマを使用していた。ツインテールのキャラクターが好みで、ラブライブ。では、矢沢にこうし、入寮のサヨーはチュネミクの縫いぐるみを抱えていた。プロ入り1年目の開幕直前、球団の親会社である DNA の運営する、サブカルチャーニュースアプリ、ハッカドールのキャラクターを練習用グラブに、プリントしたいと提案し、7月に DNA から、 ハッカドール1号をプリントした練習用グラブが送られている。その後、2017年の春季キャンプ時にはハッカドール3号をプリントした練習用グラブも送られたようで、さらには通常のグラブでも手のひらの部分にハッカドール1号の刺繍が入っていた。ありがとうございます。